はい。ということで、詰将棋、えー、こちら9手詰めということで解説させていただきます。えー、まずこれ、2二角なるですね。2二角なるで、えー、同じく金で取りまして、えー、4一金打。なわけないですね。えー、これと、えー、4一飛車打ちで、で、 ここで、えー、歩ですね。3、1、歩打つ。はい、これ3、1、歩打つが出まして、えー、1、2、えー、2、金直。<laughs> で、えー、こうきまして。あ同じく角でしょうかね。同じく角で取ります。えー、3、2、金打ちと。 い一玉引きまして、えー、最後はここですねここに金打たされてこれで終了になるわけですね2に金打ちまでということであの飛車で銅角じゃなくて銅飛車で、えー、ま取らされても一応金が、えー、持ち駒としてありますので積み筋は変わらずなぜか9手詰めで、えー、9手で詰まされることになりますね。 ということで、今回の動画は以上です。ありがとうございます。